ダニエル・プラニッチは、旧ユー,ーゴスラビア出身のクロアチア代表サッカー選手。ポジションは、MFDF。左サイドなら、どのポジションもこなす。フリーキックが得意である。初期 NK、ナスック、NK パップク・オラホビザ、NK ベリシチェ、NK オシエクでプレーし、2004年に、国内の強豪 NK ディナモ・ザグレブに移籍した。平ーレン,ン・2005年7月1日。 約50万ユーロでオランダの SC、ヘーレン・フェーンに移籍した。2008から09シーズンは最初の3試合で4得点するなど序盤から好調を維持し、計16得点を記録。2008年11月12日の KNVB カップではハットトリックを達成した。2009年1月31日には AFC アヤックスを退ける得点を挙げ、 2月27日には PSV アイントホーフェンから勝利するアディショナルタイムの PK を決めた。2009年4月22日の決勝で FC フォレンダムに勝利して優勝した。バイエルン当初はイングランドのリバプール FC へ移籍することが噂されていたが、6月4日に移籍金770万ユーロでドイツのバイエルンミュンヘンへ移籍した。 ヘイレン・フェーンが求める遺跡金とバイエルンが提示した遺跡金が最後まで折り合わずプラニッチ自身が差額の70万ユーロを支払った8月8日 TSG1899 ホフェーンハイムとの開幕戦で左サイドバックとしてデビューした25分にはイビツ・オリッチにマイナス気味のクロスを送って先制点をアシストした12月の VFL 防風船で ウンデスリーガ初得点を決めた。2009から10シーズンは、左サイドバック、左サイドハーフ、センターハーフなど様々なポジションをこなし、準優勝した UEFA チャンピオンズリーグには9試合に出場したが、遺跡金に見合った活躍はできず3年間の在籍期間でレギュラー定着はならなかった。スポルティング CP その後も出場機会には、 恵まれず2012年7月13日、契約満了を機にフリーで、ポルトガルのスポルティング CP へと移籍した。パナシナイコス以後2013年9月2日、ギリシャのパナシナイコス FC へと移籍した。2016から17シーズンは1、SNL の FC コペルでプレーしたが、クラブは財政問題により降格となり放出された。2017年7月21日、 キプロスのアノルトシス・ファマグスタに加入。ここでは代表やギリシャ時代にチームメイトであったゴルドン、シルデンフェルトと再会した。2004年11月16日、アイルランド戦でクロアチア代表デビューした。この試合は0から1で敗れた。2008年に開催されたユーロ2008ではスラベン・ビリッチ監督に守備的な役割を求められた。開幕から2 0に連勝したため、 スティペ・プレティコサや、ルカ・モドリッチといった主力選手もグループリーグ第3戦のポーランド戦は、スタメンを外れる中で全4戦に、スタメン出場したチームで唯一の選手だった。ドイツ戦では、ダリオ・セルナの先制点をアシストし、ポーランド戦では、イヴァン・クラスニッチの得点をアシストした。この2アシストで、グループリーグ1通過に貢献した。 準々決勝では延長戦で1点ずつを上げた。両者は PK 戦にも連れ込んだが、PK 戦は1から3で敗れた。しかし 2010FIFA ワールドカップヨーロッパ予選以降は、イバンストリニッチに定位置を奪われる。2011年8月10日のアイルランド戦で、出番がなかった払いセに、コーチ陣との握手を拒否したことで、代表追放の厳罰を受けたが、11月11日の、 ユーロ2012予選プレーオフファースト、レグトルコ戦で復帰している。本大会のメンバーに選ばれたが、2012年9月28日に、ブラジルから帰化した、サミールの招集に対し抗議したため通算2度目となる、代表追放となった。名優、ニココバッチの監督就任や、因縁の相手、サミールのフェードアウト、さらには、ライバルのストリニッチの不調も重なり、 2013年11月10日に、約1年2ヶ月ぶりとなる代表復帰。2014FIFA ワールドカップ、ヨーロッパ予選のプレーオフ、アイスランドとの2連戦にいずれも先発出場し、2大会ぶりの FIFA ワールドカップ出場に貢献した。2015年3月28日のユーロ2016予選、ノルウェー戦で代表初得点を挙げた。ありがとうございます。